どうも、お疲れ様です。まあ、昨年をね、しっかりとお世話になりました。あの、メールマガジンいただいた分は全て読ませていただいて、まあ、たまにメールもね、送ってるんですけどね。<laughs> 本当にたまにですけども。えー、この度あの、メッセージの方いただきましてありがとうございます。えー、本年も、まあ、改めてよろしくお願いします。まあ、お付き合いもね、多分10年ぐらいになったと思うんですけども、まあ、10年と一括りに言いますけども、この10年ね、まあ 言うに語り尽くせなないいぐらい様々なことがありま,したまあでも「メルマガ合宿」は一つの大きな契機になったんではなかろうかと思いますそしてですねまあ共に仕事をする機会もあったりとかああそれからまあ今度ねあの何現金2万2,000 <laughs> すごい素敵じゃないですか、うん、やっぱこのお金をいただく感動っていうんですかね、まあ、それから期待ですよねお金をお支払いいただくってことは次のコンテンツも期待しますよ とといいうことだと思いますのでえぜひねその2万2千円を自己投資してさらに素晴らしいサービスが提供できるようになっていただければいいんじゃないか,なかと思います、まあ、あの最近もねクラウドファンディングっていう考え方があってあの私あの「大人の教養 TV」っていう YouTube チャンネルが好きでね、えー、見ているんですけども、まあ、今度見ていただきたいんですけどもね、えー、これはですね、まあ、世の中にあった歴史とか出来事とか 戦争ですとか人物とかっていうのを解説する YouTube チャンネルなんですよ。まあ中田敦彦の YouTube チャンネルによく似てるんですけども、それとは独特の違ったテイストで届けてるのが私好きで、あの、まあ、コメンテーターがね、ドンテルミー・新井さんっていうね、まあそういう方がお話しされてるんですけども、この度ね、世界中にロケに行くことになって、で、この前もサイパンに行ってきたりとかね、えー、それから、 ベトナムに行ってきたりしたんですけどもこれが全てねクラウドファンディングなんですよでこのクラウドファンディングは何かっていうと視聴者さんが今度はどこどこの取材に行ってほしいなと思った時にみんなでお金を出すんですよねでドン・テルミー新井さんとスタッフの方合計3人でだいたい1箇所ね100万円ぐらいかかるんですよ取材にそうなるとその100万円を手出しで行ったらとてもじゃないけども単なる YouTuber の広告収入では全然回らないんで YouTube でクラウドファンディングを呼びかけてたくさんの人からお金を集めてそのお金で素晴らしいコンテンツを作るための旅行に行くわけですね。で旅に行ってコンテンツがやっぱり期待通り期待以上だとまたクラウドファンディングで次の場所の費用が集まるっていう形で、うん、まあ何かというとビジネスっていうのはこれなんだなと思うんですよ。ももっっっとと。頑張ってほしいな、もっと 素晴らしい商品やサービスを提供してほしいなっていうふうに期待していただけるからお金が集まってきてねそのお金をもとに、まあ、生活も成り立つし自己育成もできるしで次のロケとかそれから機材も買えるし旅費も出るしっていう感じで次のアクションができるようになると思うんですよね、まあ、ですんでお支払いいただいたお金ってのは商品の対価プラス次への期待だと思うんですよでそのお金が少ないともう次の活動ができなくなっちゃったりとか なんか自力で別のところからねあのバイトでもしてお金作ってみたいなことになるんでどんどんこう苦しくなるんではないかろうかと思います、まあ、ですんでねいただいたお金っていうのは次への期待だというふうに、まあ、私も捉えてますんで例えばね私がいただいたお金で、まあ、言われてましたけども、まあ、キャバクラに行きましたねタバコを吸いましたなんかマージャンしてましたって言ったらこれ誰も喜ばないんですよ、うん、だから時間もそうですお金もそうです だからね、いただいたお金には、それを正しく使う責任があるなぁと。誰も私のファンの方とかね、そっか塾の塾生さんが、言ってみればくだらないことに、私の趣味に使うことを全然期待してないと思うんですよ。むしろもっと素晴らしいサービスを提供してくださいと。もっとサポートに労力を割いてくださいっていうことだと捉えますんで、そのようにね、使っていこうかと思いまして、本当1分1秒無駄にしないようにしなければならないかなと。 でまあ私はねこのうぬぼれるつもりはないんですけども人よりも器用で能力力がが高くて行動力があるリーダーダシップもあると思うんでですよでもこれは私が自分で培ったというよりも、まあ、多分神様からね授かった特別な能力なんでしょうねまあですんで神様の代わりに神様の力を使う義務もあると思って自らにうぬぼれることなくね自分の持てる力は自分の うん、まあ言ってみれば努力で作ったわけではなくて与えられた使命なんだなというふうに、まあ、思うことにして、まあ、これはねあのリノアちゃんにも言えることだと思うんですけどもリノアちゃんが特別な能力を持った何かに強い関心を持ったってことはそれをもってねあの無駄な時間を過ごしなさいとかくだらない人と付き合いなさいってことではないと思うんですよ。うん、やっぱり理乃ちゃんの活動を期待してる人に顔を向けてその人を引っ張っていくために使いましょうねってことだと思いますので。 どのようにやっていけばいいのか、まあ、紆余曲折とかねあの、失敗とか反省はあると思いますけども、またその道に、えー、軌道修正しながら戻っていくこと、まあ、その一つに、まあ、私とのね、このやり取りが再開すればよろしいんではなかろうかと思います。また、年も改まったところだと思いますし、一つのきっかけになると思います。で、なんか今年はうさぎ年だそうですよね。まあ、うさぎのように跳ねていければいいんですけども、亀とウサギのようにね、 休憩をしてカメラに抜かれてもいけないんで、ええ、まあ一歩一歩進んでいければなと思います。ちなみに最近ね、スチューデス物語の、なんか、YouTube の動画がね、上がってるんですよ。ね、堀ちえみさんがまだ10代の頃にデビューしたあたての、ね、スチューデス物語ね、風間森夫さんも若くてかっこいい。うんまあ、このお二人のやりとりとね、あと、こう手袋をこうやってぐーっと引くね。 日本全国の少年少女がビビったというねあのトラウマ級の新藤、えー、真理子さんっていうねあの共、ー、感の恋人役の方ですけどもあの三角関係もなかなかねしわ物語のいいいススパイスになったと思いま,すまあ何が言いたいかというと「私はドジでのろまな亀です」っていうふうに言われてましたねあれが流行語にもなったようですけどもいやドジでのろまな亀がね 結局は主人公になったというストーリーだと思いますんで、えー、別にこれ、りなちゃんがね、ドジでノルマラカメって言ってるわけではないんですけども、あのー、誰しもああいう要素はあると思います。反省して、で、振り返って立ち止まって、臆病になってみたいなね。まあ、けど、私たちはどう思っても人生は進んでいくわけですよ。ぼーっとしていてもね、くだらないことに時間を使っても人生は進んでいくんです。で、ある時気がついて鏡を見ると、老けた自分に気がつくんですよ。 でもせっかく老けるんだったらその分だけ何にぶし込んできたのかなっていうことをね思った時にこの10年私は確かにね、うん、いい10年を過ごさせてもらったなと思いますねそれは皆さんとの出会いもあったりとかね、まあ、一部ちょっとねしょうもないやつも出てきましたけども私のビジネスを継承して人生を買い取ってくださった方がいるっていうことかなと思います。 まあせめて誠実にそれから気高く皆さんにやっていただきたいなと思いますしあのそっていうのは稼ぐだけではなくて稼ぐ責任とかねそういったものも自分なりに感じていい背中を若い世代に見せてほしいなと思うわけなんですよねはいいつの間にか私たちもお手本にならなければならない世代になりましただいたい30を過ぎるとね、まあ、そんな世代に入るわけなんですよあんな人にはなりたくないねみたいに後ろ指刺されるんではなくて ああ成長したらああいうふうになっていくんだなとあの人の弟子になりたいな後継者になりたいなと思わせるようなねそんな情報発信にこれからも努めていきたいと思いますよえそれじゃあ,あのリレー動画ねまたやっていきましょうそれでは新年の挨拶に変えさせていただいて本日はこの辺でいってらっしゃい